ジャパンフィリピンボルテスマリキナフットボールクラブはフィリピンのマリキナに本拠地を置くサッカークラブ。略称は JPV マリキナ FC である。2015年前身の前 FC から JP ボルタス FC に名称変更。2017年に JPV マリキナ FC に名称を変更。ボルタスとはフィリピンでも人気があるスーパーロボットアニメのボルテス V と 英語の旋風を意味するボルテックス、ボートシースが由来であり、日本人とフィリピン人の力を合わせ、フィリピンサッカーに旋風を巻き起こすという思いが込められている。チーム理念は、サッカーを通して、フィリピンの発展に貢献しかつ自分たちが身をもって夢を与えたいをもとに、フィリピンサッカーの普及、発展に貢献する子供たちに夢を与えられる存在になる。 アジアで活躍し世界に誇れるサッカークラブを目指すという3つを掲げている。1993年、マニラミニサッカーワールドカップに参加するため、日本人、サッカーチームが結成されたところから始まる。1998年、フィリピンサッカーリーグ E リーグ開幕と同時に E リーグに加盟する。1999年、正式名称のなかったチームは、 マニラオールジャパン FC に名称が決まる。2000年 E リーグは PFF 参加となり、ユナイテッドフットボールリーグに名称変更し、マニラオールジャパン FC は U リーグに加盟する。2009年フットボールアライアンスがセミプロリーグユフルを立ち上げ、マニラオールジャパン FC はユフル2部に加盟する。当時のユフルは外国人枠の政権がなく、 日本人中心のチーム構成であった。2013年10月のユフルカップから外国人枠が5人に制限され、日本人中心のチームはフィリピン人との混合チームになる。2014年、ユフル一部昇格を目指しチームをセミプロ化して名称をマイ FC に変更する。日本人、プロ選手、フィリピン人、プロ選手が数名加わる。 マニラオールジャパン FC はそのまま活動を続け、WFL に加盟する。2015年、名称をマイ f c から j p オ l ルタス f c に変更する。ユフル2部を2位で終え、入れ替え戦の末に目標であった一部昇格を決める。2016年、ユフルは一部と二部が合併することを発表し、外国人枠の制限も4人となる。ユフルカップを6位。 ユフルの前期を3位で終える。2015年ユフル2部2位、ユフルカップベスト82016年ユフルカップ6位。ありがとうございます。